ええー、岩崎、まあ、しゃあないな。珍しく山口で安田のツーベースとかで、本当のロッテだ。うわあ、でも同点で迎えた10回か。じゃあしゃあないか。あ、刑事も抑えてるな。完全セリーグだ。恥ずかしい。完全セリーグが実現した。あ、結構投げてるな。3.85 だと結構投げてそうだな。ああ、なんだこの使われ方雑だな。中継ぎで使ったり先発で使ったり雑な使われ方されてるな。石垣変わるんかい。嘘だろ。え、何この西垣君に勝ちは絶対つけないスタイル、クソかわいそうなんだけど。それでいいんですか、石井和久さんは。何をモチベーションに西垣君は頑張るの。そんな球数とスタミナ切れだったのかな。こんなせめて3回で変えてやれよ。じゃあなんで4回まで投げさせて5回で変えんの。性格悪すぎるだろう。まあ加藤なんかもう打たせて取れ。いや、そっちじゃ意味ないんだよ。いや、怪しいけどね。高部ももうちょっとアピールして、リプレイ検証いけたかもよ。アピールしなきゃ、見せてみろ。叩きつけて、あ、いい叩きつけね。サル投げました。セーフじゃないかこれ。おい、ちょっと、いい組み立てだったと思いますね。リプレイ検証できないのかこのゲームは。まあゲームでリプレイ検証できるってちょっとどうかなって思うけど。一定確率で誤審することになるからな。